皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は勝てるゲームと勝てないゲームという話をしたいと思っています。先日のラジオで、言ったんですが、寺でね、庭仕事を手伝ったみたいなお話を、何回か前に確かしたんですけども、なんだかこの2020年の夏の一番の思い出になりつつあるなというふうに思っています。まあそれほどまでにですね、この夏っていうのはなんかそんな出かけたりもできなかったっていうのも単純にあるんですけども、寺のね、庭仕事を丸一日かけてやるみたいな体験ってよく考えると初めてだったなというのはあって、結構ね印象に残っています。でその中でですね、庭仕事しながら、実は思っていたことというか、その庭仕事を通じて、考えたことみたいなのが、今日のお話になります。で寺の庭仕事といってもですね、ガチの庭師の方の、お手伝いをするとかではなくて、まあ素人集団がね、まあゴール設定ね、ミッションだけ与えられて、それに対して各々試行錯誤しながら素人が、頑張っていくという、そういう庭仕事でした。でまあ当然素人の思いつきで動いてるわけですから、役割分担とかも曖昧ですし、ゴールだけがあるという状況の中で、作業が始まるともうおのずとね、しばらく経つともう誰からこう指示を与えられたわけでもなければ、フォーメーションが決められてたわけでもないのに、自然とね自分が好むようなポジションに収まっていくっていう現象が起こりました。ある人はですね、まあその伸びきった木のね、中心部まで突撃していってですね、枝を剪定すると、もうそれはそれはもう何でしょう、最前線ですよね。はい。でそのなんかバッサリバッサリこうね落ちてきたその木の枝を、何でしょう、あのトンボみたいなやつで集めてる人もいるし、うん、僕はといえばですね、まあ、虫が苦手っていうのがまあ大前提としてあるので、遠目でね、何でしょう、そのグラウンドの部分というか土の部分を、に生えた雑草を除去するという感じで、まあ、土を耕すというかね、グラウンド整備をするという、地味な活動をしました。でそれはなんか消去法的にそうしたというよりは、なんかそれがやっぱ落ち着くというか、なんか自分は意外とそういう地味ななんか作業というか、作業じゃないな、地味な、ポジションの方が好きなんだろうなってことを思いました。そういう中心に突っ込んでいって、派手な結果を出すよりはなんか地味に、ちょっとずつ雑草が減って、グラウンドが綺麗になっていくみたいな感じが、すごい快感でした。でまあそういうね、自分各々がこう好む、なんだろうな、ポジションで作業をしていたんですけども、ちょっとねもう夏のじゃない、すごい暑い中、水分が飛んで、なんか意識も朦朧とする中ですね、あることをちょっと思ったりしていました。でそれは何かっていうと、こういういわゆる肉体労働というか、まあ、極めてブルーカラー的な状態、全員がブルーカラー的状態の時っていうのは、より最前線で派手なことやってる人がヒーローだなと思ったんですね。例えば今言った3パターン、その枝を集める人と中心にいて枝を切る人と、遠くの方でなんか雑草抜いてる人とっていうと、どう考えてもね、木の中心まで突っ込んでいって、枝を剪定するっていうのは花形というかね、ねまあ、要は作業がビフォーアフターで見た時に木が何生い茂ってたのがすごい綺麗な木になっていくっていうビフォーアフターの写真撮ったらすごい分かりやすいし、結果がね出やすいというか、なんだろうな、変化が分かりやすいから、とてもね、花形だなというふうに思いました。でそれをサポートしてるという感覚もあるので、その枝をね、落ちた枝を中心に集めてっていうのもまたなんかその花形のサポートをしてるみたいな感じでいいなと。で、雑草をね遠くで抜いてるっていうのはすごい地味で補欠感満載だなというふうに思ったわけでございます。ところがですね、今度これをもうちょっと抽象化して、ビジネスシーンみたいなところに置き換えると、面白いなと思ったわけでございます。いわゆる最前線っていうのは、まあ、なんだろうな、ビジネスでいうとこうお客様と接する営業マンとか、店頭に立つ、ね、その販売員の方とかいう感じで、もう最前線で顧客と接していると。それは、リアクション、直接のリアクションを得られるので感謝もされやすいし、一方で、なんでしょうね、クレームとかも、まあ、直で浴びたりとかすると、いわゆるその庭仕事で言えば、木を切って結果も出やすいんだけども、一方でその虫が襲ってきたりとか、するというリスクもあるって感じですかね。はい。
なんでちょっとなんかそういう最前線な感じがしました。で一方、ビジネスを受けた時のその雑草を抜いてるというか、その遠くの方からその最前線を把握しつつも後ろで雑草を抜いてるというのはなんかバックオフィス的な、業務だなと思いました。いわゆる前にいる人たちが、できないことを後ろでやるとか、前の人たちにより良い武器を渡して自分は、手元にある武器で、環境を整備するとかっていう感じで、なんかこうね前線のサポートをしている感じみたいな、感覚がすごくありました。でビジネスになると今度補欠管というよりはこのバックオフィス側が権限を持ってて、全体を把握して、まあ、前線が働きやすくなるようにみたいな感じ でなんか後ろ側に権限があるような感じが、しますよね。はい、なので、ゲームが変わるといわゆる全員ブルーカラー状態だと、最前線ほど花形なのに、花形というかそんなんだろうな、中心になるのに、今度ゲームが変わってビジネスみたいなね、ホワイトカラーもブルーカラーも混在するような状況になると、ホワイトカラー的な方がちょっと主導権を握っちゃうみたいな感じで、同じポジションでもなんだろうな、ゲームが変わると全然立ち位置が変わるなってことを感じたわけでございます。で、僕自身は最前線でやっぱりそのなんかバリバリやるっていうのは、よりも、後ろでね地味にやってる方が向いているというか好きだなと考えたときに、もしブルーカラー的な、業界というかブルーカラー的な仕事に就くと、かなり地味でうだつの上がらない、プレイヤーになるだろうなというふうに思ったわけでございます。ところがね、そのホワイトカラーもブルーカラーも混在するような、企業であればおそらく、今度後ろ側でねその環境整備っていう意味で、かなりね、なんだろう、権限を持つというか、感じになるのかなというふうに思ってます。まあ、現に今働いている仕事もですね、いわゆる現場というかその現場がある仕事でもあればもちろんバックオフィスもあってって中でバックオフィス的なところで、中心にね責任を持ってやってますので、まあ、全体を見ながらプロデューサー的な観点でやれるっていう意味では重宝されていると。なのでゲームが変わるとね全く同じことをしているはずなのに全然評価のされ方が変わるっていうことなんですよね。なんで、これは、皆さんが私もそうですけども生きていく上で、とても重要なことです。なんとなくゲームに参加して、そのゲームのルールをなんとなく覚えてなんかそのゲームの中であ勝てないなとか、思ってる人っていると思うんですが、そもそも何のゲームかを理解してその前にもっと 前に、自分は、どういうプレイスタイルなのかというか、自分はどういうことが得意なのかとか好きなのかってことを理解した上で、次に、どんなゲームがあるのかって理解した上で、自分の特性と、ゲームをマッチングさせるとなんか得意なことで、そのゲームに臨めるのでおのずと、評価が伴ってくるという感じかなというふうに思ってます。なので評価されるために無理して頑張るんじゃなくて評価される場所に行けば、まあ、評価されるってだけの話かなというふうに思ってるので、評価なんてものはね、いつだって相対的なんだよっていうことでございます。庭仕事から何を考えてるんだって話かもしれませんけども、実際ね庭仕事で、評価されなかった立ち位置も、仕事の中では評価されたりするということで、ゲームが変われば、同じことをしていても全く、その見え方というか評価のされ方が変わってくるよっていうことをですね、自覚していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ぜひね、参考にしていただいて自分が戦ってるゲームというか自分が参加してるゲームっていうのは、自分に不利なゲームじゃないだろうかってことを、よく考えてですね、まあ、ある意味自分がそのなんだろう、有利に戦えるゲーム別にズルするとかじゃなくてね、自分が得意なゲームで、戦った方が勝ちやすいよっていうお話でございました。これはね資本主義か否かとかいう話じゃなくて資本主義の中にも、小さいゲームがたくさんあると思いますんで、その中でですね、例えば仕事という意味ではですよ、例えばその資本主義の中でもいろんなゲームがあると思いますんで自分に合ったゲームを選ぶってことが大事なのかなというふうに思っているところでございます。本日は以上でございます。またお会いしましょう。さようなら。